京都でタクシーに乗った時に運転手から聞いた話。外国人をよく乗せるんだけど、細い路地に普通のスピードで入ろうとすると、ノーノークレイジーってすっげー騒がれるんだって。でも運転手は慣れてるし、スイスイ走って路地から抜けると拍手の嵐。日本のタクシードライバーはナンバーワンだってよく褒められるらしい。でもあの運転技術は日本人から見てもすごいと思う。特に京都の市バス、サイドミラーが電柱にあと数センチという細い路地もスピード全く落とさないし。中学の時の京都行き観光バスの運転手さんの腕は、子供ながらにすげえと思ったよ。あの角度を切り返しなしで登れるのは神業と感動した。俺は日本のバス運転手がすごいという話を聞いたことがある。商店街の細い路地にバスが通っていること自体クレイジーらしいが、その細い路地を通行し狭い交差点を曲がっていくのはマジックじゃないかと。日本びいきかわからないけど、日本に住んでるアメリカ人の知り合いがいる。日本語は会話がまあまあのレベル。こないだ親父ギャグという言葉を話し出した。誰だ、教えたのは。それでわかりやすく説明した。英会話学校のイオンって知ってる？知ってます。前にセリーヌ・ディオンが来日した時、広告にしたんだよ。タイトルがセリーヌでイオンって、それが親父ギャグだ。ああ、なるほど。わかりました。その後、よく親父ギャグというか、ダジャレをいっぱい言った、会うたび。ハルベリーが来日してさ、スポーツ新聞のタイトルが、ベリーセクシーだったよ、とか。まあ、私自身が、こういうギャグ好きなせいもあるが。でも、あまりにダジャレを連発してたせいか。私、次のアメリカ大統領は、ヒラリーよりもライスがいいな。アメジン、なぜ？はっきり言いなさい。ギャグができるからでしょう。米の国の大統領がライスだと。私、実はその通りだったりする。